はい、こんにちは。高柳先生の詰将棋ですけども、これは私一目でパッと見えて確認っていう感じで解けたんですけども、まず手数は7手です。で、解き終わった後に、ああ、でも結構いろんなダメな筋あるなと感じたんですけども、まあ実戦ならついなんかこう、大手は大手みたいな感じで、ただこれすごく玉も狭いんで、こう飛車も打てるしと。で、これまあ逃げ場所2箇所ですけども、どっちへ逃げても詰まないですね、多分。こう逃げて、飛車がなったんじゃ、この香車取られちゃう。からだといって、馬で、こう、この香を守りつつ王手して、まあこれはまあ相利かずだから、こっち逃げる。と、まあ、こうなって、こっち逃げられちゃったらダメだし。で、まあそもそも最初から4、3に逃げられたら、これは、やっぱりこれの脱出、まあ、金がどけば飽き王手だからといって、こうすれば一応脱出を防ぎず王手で、こうで、まあこれダメですよ。もう全然飛車がなっても広すぎるんで、まあ4二金はダメと。じゃあ、つんで、まあ4一金、こういう手はまあまあ考えもしなかったですけど、まずダメでしょうね。これもまあこっち逃げてもこっち逃げてもダメかな。例えばこっち逃げたら、こうで、これも、ここへ逃げてくれれば、まあ、ここへ逃げる一手で、で、まあ、これで次ないですよね。次がない。桂馬効いてるんで。で、まあ、じゃあ、仮に、こっち逃げたとしても、これもやっぱり、こっからの脱出なんで、こう打つ、直に打ったら、こう逃げられちゃうし。あ、でもそうすると、これで詰むんだ。すみません。これで詰みですね。一手詰め。すみません。なんで、この場合は、こっちに逃げますね。で、これで、飛車がどくと、4、4に逃げられちゃう。で、だから縦にどったんじゃ、まあ、こっちの方に逃げられちゃうということで、詰まないんで、じゃあ、まあ、これ、ここは、2二金と。これはもう、同玉の一手で、で、ここで、1二飛車と打つことによって、上がる一手で、これのやつから、さっきの、金、4一金みたいな手だと、馬が動けない。なんで、金は軽く捨てることがいいと。これ、相利かずだから、ここへ逃げる一手で、最後、4二飛車なりで、積み上がりということになります。ということで、詰め手順は、2二金、同じく玉、1二飛車、2三玉、4一馬、3三玉、4二飛車なりまでの7手詰めとなります。じゃあ、以上です。ご覧いただきありがとうございました。詰将棋シリーズは、こういった、藤井聡太竜王が、少年時代に頭の中だけで解いたと言われる伊藤寛寿の煙詰めや、圧倒驚く名手が登場する大道詰将棋や、まあ、普通の探偵数もの、いろいろ取り揃えておりますので、再生リストからご覧になってみてください。ありがとうございました。